そもそも喘息の症状はどういう症状ですか？喘息の症状はもう咳が止まらない。だから咳喘息と普通の喘息みたいになって、はい、普通の喘息とか言ったら痰がこう絡んで、うん、ここに炎症が出るんだよね。それでばい菌がついてて、それが刺激になったりするから痰がこう一緒に出てゴホゴホっていう場合もあれば、はい、咳喘息なんか結構空咳みたいな感じでコホコホコホみたいな感じでこう出てくるから、はい、うん、なんかちょっと違う。咳喘息の場合はやっぱ体の冷えを、ね、取ってあげるようなものをやっぱ咳止めと一緒にやっていったら、はい、うん、咳止めもね、あとねこう面白くて、はい、用法を見ると、1日6回まで OK みたいなさ、風邪に咳止めがある。はあ、多いですね、うんうん、そういった咳止めっていうのは実はこう安全性が割と高いから1日6回まで大丈夫なんだよっていうふうになると、はい、まあ、薬剤師的には1日6回きちんと飲みなさいっていうふうに言うかもしれないけど、はい、免疫が暴走した時には、あ、まあ、1日6回まで大丈夫なんだと思ったら、まあ、ちょっと多めに2方ずつを3回に分けて飲むとか、そういうふうにポンとやるっていう場合もあり得る。でもちゃんと容量予防は持ってるんですよね。うちのスタッフのお子さんがね、1人小学生だったと思うんだけど、子供が喘息で悩んでるって言ったから、はい、どうしたかというと、子供が飲みやすいような朝鮮人参を選んであげて、はい、それをお湯割りして寝るとき一緒に喘息の薬と飲ませなれさ、はい、それでやってあげてたんだよ。またそのうち治っちゃった。うん、朝鮮人参はどういう効果があるんですか？まず体温めるね。それであと滋養強壮作用があるから体を元気にしていくし、あと免疫力を上げていくから、はい、うん、そうするとトータルでそういった咳止めもちゃんと使いながら体質改善でやっていくと、はい、うん、良くなってた。喘息はお子さんのイメージが強いんですけど、うん、それはどうしてですかね。まあ、言い方悪いけど偏食じゃないかなとは思ってるんだけど、でこうね、やっぱりいろんな昔は まあ、ある意味今みたいに清潔志向じゃなかったから、いろんな菌に触れてるんだよね。その当然拾い塗りもしたかもしれないし、畑からもそのままバリバリ食ったかもしれないし、はい、そうすると自分に対していろんな菌を体に入れていくと、免疫がさ、いろいろなものに対して抵抗するように覚えちゃう。ある意味、免疫力が鍛えられると、うんうん、強くなってたんですね、体が。そうそうそう。だからね、いろいろ経験をしてるさ、子供と経験をしてなくて過保護な子供って、どっちが倒れやすいのっていう話。うん、過保護すぎるのが一つ原因で、その過保護というところに何が入ってくるの、食生活とか、やっぱあまあまあ綺麗汚いとか、もうそういったものに触れさせないとか、いろんな経験をさせないとか、そんなとこが一つの原因じゃないかな。あともう一つね、やっぱね、怒られてばっかりやったらもうストレスでシュンとなっていくから免疫も下がるけど、まあ、笑っていくこと、楽しいことすることとか、そうするとさ、免疫も上がってくるから病気になりにくいんじゃない。はあ、笑うことも大切ですね。だからよく言ったもんで、笑う角には福を来たるって言うけど、まあ、確かにそうなんだなっていうのは、まあ、漢方薬としてはそう思う。子供の時に喘息を持ってて、うん、ランニングとか運動はしていいものなんですか？そうだね、あんまりだからすると、まあ、先ほど言った体の中に熱が発生するのと、この咳、冷たい空気のあれでショックにはなって、ショックになるから、うん、あまりよろしくはないとは思うけど、でもそもそもさ、咳が出る人がさ、ランニングなんかしないじゃん。きついしみたいな。なんか小学校の授業とかでもぜいぜい言ってる子いたなって思います。うん、だから徐々に徐々にっていう形でしょう。あんまり無理はしないって、反対に激しすぎると反対にショックが起きやすくなってくるんじゃないかなっていう気はする。様子を見ながらやればいいですね。うんうん、だから一つ、まあ、子供に関してもそうなんだけど、アレルギーの原因って先ほど言ったような体の冷えと、そう腸内環境と免疫、腸内環境と免疫もすごく関係してくるから、やっぱり子供に飲ませるときにはやっぱり腸内環境を考えて、ビフィズ菌とか乳酸菌の多いものとかオリゴ糖とか、あと根菜類、はい、要はウンチの材料になるもの、そういったものとかもやっぱり入れてあげるし、あともう一つ僕はよくおすすめのが、
やっぱりイリコ食べさせた方がいいんじゃない？お魚ですね。お魚、イリコね。うん。ちりめんじゃこでもいいと思うけど。はい。うん。そういったものをこう食べさせていって、徐々に徐々にアレルギーをゆっくり抑えていくっていうのが、一番いいんじゃないかなと思ってます。動画の内容を必要な人にぜひ教えてあげてください。お問い合わせはこちらまで。